フェドラではパッケージキットが規定のフロントエンドであるイエロードームアップデータ。モディファイドは Linux の RPM パッケージマネージャーのパッケージを管理するメタパッケージ管理システムである。YAM は DUKE 大学の LinuxDUKE プロジェクトでセスビダルをはじめとするボランティアによって開発された。YAM はイエロードック Linux のイエロードームアップデータが前身であり、 名前もそれに由来する。デューク大学物理学科で運用していたレッドハットベースのシステムのために YAP を全面的に書き換えたものが y ム m の発端である。それ以降、母体のイエロードッグリナックスやレッドハットの他フェドラ、セントエスなど RPM ベースのディストリビューションの多くでパッケージ管理システムのメタ管理システムとしてよく利用されている。フェドラに関しては フェドラ22のバージョンでデフォルトのパッケージマネージャは DNF に置き換えられることになり、YAM のコマンドは YAMDeplicated とリネームされ、従来の YAM の呼び出しは DNF にリダイレクトされることになった。ありがとうございます。